ください。よいしょよいしょ、おはようございます。来ました、来ましたね。はい、今日もやってまいりましたよ。今日もやってまいりました。コメント来てますからね。コメントが少ねえぞ。来てますから。はい。あ、近いカメラすごい。うわ。今日は近いね。今日近いですね。ヒゲの人ってなんだ。謎に背中が痛いっす。朝起きれなくて死ぬかと思ったマジで。明美さんから朝 LINE が来てて、寝違えて今日ちょっとやばいかもしれない、動けないみたいになって。背中に寝違えるとかある？いや、俺ないっすね。もうこんなのってさ絵的にすごいっすよ今絵的にすごい、絵的に、うん。あ、オリジン食べながら言います。はいはいはい。ね、誰かに叩かれたの。いや、なんなんだろうね。まだすげえ今も痛いもん。もう呼吸できなかったもん。もう全盛期。そろそろ死ぬんじゃないですか。そろそろ死ぬ。そろそろ死ぬんじゃないですか。うん。ということでね。はい。今日もね。来ましたよ。素晴らしいゲストさんをお迎えして。スペシャルゲスト。スペシャルゲスト、もうね、うん、皆さん待ち遠しいと思うんでね。はい、じゃあ早速ね、呼びますか。今日もやってまいりましょう。呼びましょう、はい、素晴らしいゲストですね。豪華ですよ。クラブジェントリー東京、2部ですね。先月から新しくクレイジーさんから、桜木瑠衣さんと、キラさんです。よいしょよいしょ。いやー、来ましたよ。すいません。来ました、来ました。いや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 、呼んでいただいてね、本当に。来ました。ありがとうございます。カリスマホスト。忙しい中。いや、もうね、ほんと暇ですよ。いやいやいや。悩んでました。有名人は忙しいです。いやいや、お二人有名人。いや、まだ知らすのはそんなとんでもないですよ。ありがとうございます。さっきね、ちょうど僕、15分前、自分の番組に。あ、そうなんですか。バッチリ宣伝しといたんで、はい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 、15分ぶりっていうコメント。15分ぶりっすね。いや、自分は正式には17分ぶりぐらい。17分ぶり間違ってます。確かに。ということでね、早速ね、はい、やりますか。やりましょうか。これはそうですよね。乾杯しますか、とりあえず。乾杯します。何飲みます？あ、そうですね。彼がちょっとね、今未成年なんで。まだ違う。あ、そうなんですか。未成年です。未成年です。これですか？あ、これ違う。カフェオレ。これ多分僕なんで。逆に僕飲んでましたね。じゃあ、モンスターで。モンスターいいですか、本当に。モンスターで。あ、僕ですか。なんでもいいです。カロリー。カロリーで。あ、じゃあ、ありがとうございます。いただきます。お酒飲むんですか。結構飲めます、僕。飲めます。はいはい。あ、なるほど。え、13絶対強いですもんね。まだ19なんですよ。19ですか。僕はもう、黙ってたらもしかしたらお酒めっちゃ飲むんですけど、最近厳しくて。いやー、なるほど。それでは、いきますか。はいはい。お疲れ様です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 。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。うん、うまい。うまい。結構ニコ生じゃ飲んでるんですよね、いつも。そんな飲まないですね。いや、なんかこの対戦形式なんで、なんかあんま飲んでる暇がない。あ、なるほどなるほど。トークがあんまないんで。なるほどです。食わず嫌い対決。食わず嫌い対決。いや、ハヤトさんが考えた素晴らしいゲーム。このパクリ。このパクリですからね。何のパクリですか？ダウンタウンじゃなくて、何でしたっけ？トンネルズ。あ、トンネル。トンネルズも。よかった。この、結構あるっすけど、一緒に飯とか行く。たまに。そうですね、前一回ちょっとご飯ごちそうにやって。はい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 。貴重なお話たくさん聞かせてもらって。貴重なお話生きる伝説ですからね、本当に。カリスマ。カリスマすごい。もうすごい崇めてる。神様。そうですよ。東方神起の方じゃないですか。東方神起。日本人だから。日本人だから。日本人だから。髪型してます。髪の色が金髪に変わってて、そう、黒でも言われて金でも言われるんで、いいやって。何色でも言われる。ジェジュンさんだろ。いやいやいや。さて、早速
じゃあ、はい、食べ物の方を紹介していきましょうか。あ、来ますか、じゃあ。まずは、ルイさんの、はい、好きな三品が。好きな三品。きゅうり。きゅうり。なすび。なすび。なすび。北海道産。北海道産。かぼちゃに。という素晴らしい。いやー、うわー、いいなー。こんなごちそうあるんですね。こんなごちそうありますよ。はい、ごちそうだな、全部で、で、キラくんが、はい、ほうれん草。あ、ほうれん草と、セロリ。セロリで、やっぱ最後はみんな大好きもずく。あー、もずく来ましたね。いや地味だね。そうだと、でこれリアルっすね。なんでこれ当て系なんすか、全部。いや、本当に全部酒が合いそうで、本当に、ね、はいはいはい、はい、炭水化物一切なし。あ、はい、ありがとうございます、なんか本当に、はい、ありがとうございます。ということで、はい、じゃあ早速いきますか。じゃあ、キラ君から食べてもらえますか。いただきます、ね、いただきます。何からいきます。あ、じゃあそうですね、じゃあほうれん草のほうれん草、はい、ほうれん草から、ほうれん草、ほうれん草。ルール的には、はい、この中から、嫌いなのはお互い当てるという。ああ、なるほどなるほど。あ、なるほどなるほど。最後ですね。なるほど。あげます。あ、で、負けた方が、まあ、罰ゲーム的な。ブリッジのやつ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 か。じゃあ、すいません。いただきます。おっす。いただきます。どうぞ。すごい、なんか、あそこ、あそこに、あそこに。あ、カメラが。カメラがあるんで。カメラが。いや、すごい。上に持っていってね。はい。いや、なんかでもやっぱ若さがすごい。こんなになんか青々しくて、そうですね、まだ全然鬼咲いて、本当にこの青さみたく、いただきます。ちょいちょい面白い。うん、オランダのモンゴル人さっきからずっと僕慣れてます。はい、なんなんですか、オランダのモンゴル人。、はい、めちゃめちゃ美味しいです。うまいですか。美味しいです。あ、なんか歯にちょっと青くついてないかしら。歯には大丈夫、ついてないよ。よかったです。お、ごまえ、ほうれん草は週なんで食べる。週なんで食べる。もうほうれん草はたまにちょっとつまむくらいいいかな。いいの、そんなヒント。あ、やばいやばい。いいの、そんなヒント。好きだったらな、まあ毎日週5くらい。お弁当の中に入ったりとか。はいはいはい。好きでも週5ほうれん草食うやつだいぶ。旅館欠席になるって言いますよね。ほうれん草欠席。詳しい。それもヒントか。ありがとうございます。それでは、はい、じゃあ次はルイさん。あ、僕ですか、はい、じゃあどれから行こうかな。どうぞ。 ありがとうございます。ありがとうございます。それから行きます。はい、じゃあ僕が、まあこの中でも一番好きな、じゃあ好きなのはどれですか。じゃあかぼちゃから行きますか。かぼちゃから、はい、好きですよ。一番好きですから。これはルイさん週なんで週8は食います。週8は食べます。かぼちゃを週8は行きます。1日2回食べるのですね。2回食べます。2回食べます。これは美味しいです、はい、いただきます。すみません、いただきます。神経だもんね。うん、うーん、シュールですね、これ。シュールですよ。かぼちゃ食うアップにシュール。うん、美味しい。おー、美味しい。なかなか食べる機会ないっすよね、かぼちゃ。食べる機会ないですね、かぼちゃ。いや、でも週8なんで。週8。週8。今週9回目ですね。9回目いきました。夢の中でも食べてるみたいな。いや、現実、現実。すいませんでした。うん、現実よ。はいはいはい。自分で作るんですよね、もちろん。あ、自炊するんすか。自炊で、あ、自炊で。かぼちゃ丸ごと買ってきて。丸ごと。もう年中ハロウィンみたいな感じじゃないですか。はい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 、余ったらくり抜いてみたいな。そうそう、はいはいはい。10月になるとね。うん、なるほど、はい。いやー、美味しい。かぼちゃ分かりづらいですよね。分かりづらい。今日は分かりづらいよね。エカムのしゅんさんが確かかぼちゃが嫌いだったっすよね。確かに。いや、って。じゃない。がおかしい。がおかしい。今、全然聞いてなかったっすよね。会話。ああ、あったあった。あったあった。あの回。ちょっと今の時期熱かった。一番盛り上がって、はい、一番盛り上がって。あったあった。へぇはちょっと面白い。お二人は何かあるんですか、嫌いな食べ物は。嫌いなのは、俺ほぼないっすよ。ないっすね、あきみさんは。あんま、なんでもないっす。何でも。吸い込むんですよ、僕。パーフェクトヒューマンってやつ。パーフェクトヒューマン。いや
この間寿司70貫食ってます。マジか。確かに食ってたっすね。70貫めちゃめちゃ多いですからね。そうなんです。じゃあ辛いのは、あ、俺辛いのでもダメだ。え、そうなんすか。うん、トムヤムクンとか、あの、タイ料理でも辛いの。あ、中本とかじゃ。中本結構きついっす。ニンニクとかもやばいっすか。ニンニクとか確かに。誰かキムチを買ってきてほしい。死んじゃう、死んじゃう。キムチを。ということでね、次いきますか。はい、次は、じゃあ平君にセロリいってもらいましょう。あ、じゃあセロリいきましょう。ああ、そうそうそう。セロリのマリネ。マリネ、セロリのマリネ。あ、それ絶対うまいわ。美味しそう。マリネってなんかすごい。いや、でもマリネにしちゃうとやっぱり味わえないので。ああ、確かに。はいはい、じゃあもうそのこのままいきますか。まま、もうドレッシングかけないでですね。じゃあこのちょっと緑のこれがセロリですね。いや、もう一気にいった方が、もう持ってガッと、まあ、セロリ一気食いみたいな。いやもう大好物。大好物、大好物。いただきます。あ、どうです。あれ、なんか白い、白いのばっか食べてる。白いの緑の食べてくださいね、緑の。セロリ嫌いそうきてますよ。いや、セロリがっつりいきましょう。意外とでもこのセロリ甘いですね。甘い。でもセロリってなんか、まあ分かれますよね、好き嫌いが。はいはいはい。あ、なるほど、セロリか。セロリ、これは週なんすか。セロリはもう月1くらいじゃないですかね。月 1? 月1全然全然変わってない。やばいやばい、やっちゃった。視聴者の人がセロリ確定です。はい、セロリ確定来てますよ。すいません、皆さん今のなかったことでお願いします。まあでも逆に分かんないですからね。この惑わす人もいるんで、やっぱ確かに。なるほどなるほど、やっぱホストなんで。いや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 、怖いよこれ。いや、ちなみに隼人さんは酸っぱいのとか苦いの得意なんすか。僕ダメっすね。まあ、僕だからセロリ嫌いなんで。なるほど。ちょっとめっちゃ食ったじゃないですか。結構ドンビーしたもん。いやいや、大丈夫。セロリ食べた人も。あ、あの負けたらセロリ食って。あ、じゃあそれもしますね、負けたら。負けたらセロリ食べた。セロリ。じゃあ、ルイさん行きますか。はい、行きましょうか。どっちから行きますかね、これは。どっちでもいいですけど、ナスかキュウリか。キュウリかですよね。ナスかキュウリか。なんか、ウリ科ばっかりですね、ほんとに。ウリ科がすごい。もうライバルですからね、キュウリとナスは。ウリ科がすごい。あ、じゃあナスって来てるんで、ナスから行きます。ナス行きますか。ナス行きましょう。おたんこナス。おたんこナス。ナスか、さっき食ったばっかりなのに、まあいいっすね。あ、さ、やっぱりさっきも寝起きに、寝起きでもうそこナスケに、これはあのすごいな、これ煮びたし、煮びたし、煮びたしの、ありがとうございます、ありがとうございます。うわぁ、いいな。僕ちなみにナスは大好き。あ、本当ですか。まあ、まあ、みんな好きですかね。みんな好きですか。匂いがでもなんかたまに苦手って人いますよね。あ、うん、いただきます。うん、うん、うまいっすか、煮びたし。煮びたしですね。煮びたし美味しい。何型か、何型っすか、血液型。僕ね、O 型ですね。O 型です。あ、O 型。うわ、僕っすか。僕、クワ型ですね。おし、飲め。よし、いただきます。おし、飲め。あ、ノンアルだけど。ノンアルだけどね。そういうボケいいっすよ。いいっすよ。ありますね。ちなみに前回、あの、越前龍馬さんはナスがダメでした。あ、そうなんすか。はい、ああ、はい、です。言っときますわ、ちょっと量が言っときますわ。バカにするんじゃねえ。ああナスを罰ゲームに使うんじゃねえと思って。桜木ナス来てますから。意味合いがね、これバカにしてます。意味合いが桜木ナスだもん。ボケナスのナスやもん。ということで、じゃあタイミングで CM お願いします。書いてあるんで CM どうぞ。サンデー衛生組ふるしゃき先生。リキと最近全然ダメだな。何がシャンパン先生よ。ほんと口だけだな。くそー、しょうもな。ことばかり考えてた俺が今お前のことばかり考えてるんだ。運命の人と出会うならイオンインク。やっぱやべえな、イオンインク。イオンインク。
よいしょーよいしょよいしょ、後半戦いきましょう。はい、いきますか。今ナスルイさんがナスを食べて、はい、からのじゃあ最後ですね。じゃあ最後の一品なんですが、もずく、もずく、もずく、いやもずく、もずくもこのニコ生の定番になりつつある、この意外となんかのアメーバにてくネバネバしてるのが、いやどうくるか、もずくはもう一気でいいんじゃないですか。もう一気ジュルッと一気で、ジュルッと、カメラ、カメラ、あカメラ、あすいません、いただきます。おーっと、いくね。好きでもこれは嫌だ。これはきついな。もずく、もずく、いやもずくはシュー、もずくシュー、もずくは自分、そうですね。いや地元側のちょうど海の町だったんで、あーじゃあ好きだ。当時は中2くらいだったんですけど、はい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 、東京に来てからもう走ったのは初めてかもしれないですね。もっと、もっと。ちなみに地元どこなんですか。地元は僕静岡ですね。あ、静岡、お茶っすね。お茶ですね。お茶の町、お茶の町静岡。なるほど。ルイさんどこですか、地元。僕は大阪ですね、一応。あ、一応大阪です。一応大阪なんですね。地元大阪感あんまないっすね。そうですね。大阪感がどっちも、まあ、生まれがこっちでみたいな。あ、もう本当どこで地元って言ってるか分かんないですけど。あ、西成ですか。西成ですね。はやと今日の西成テレビやないかい。はやとさん結構ディスられてます、ね、あ、もうあのこれ書いてあるのちょっと分かるんですよ。誰だこれは。あそこに書いてあったんですね。黒岩の、なるほど、もずくとセロリ。もずくや飲み禁断の質問ですね。結構いきましたね、もずく、はい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 、難しい、ややこしいんだよ、逆に演技うめえわ。いや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 、リスナーの声が。体育の先生来てます。体育の先生、体育の先生。まあ結構まあ自分もだし、ね、上半身だけ見たら確かにと思ってジャケット着たんですけど、もう暑すぎてもう無理っすね。もうすぐ脱げるようにじゃないですか、もう水泳の授業とかでも。なるほど、なるほど。ケルベロスって誰か。いきますか、じゃあ最後。最後いきますか。はい、ルイさん。ああ、いきましょう、いきましょう、もう最後。ね。じゃあ、キュウリ。ありがとうございます。スパイシーキュウリ。スパイシーキュウリ。一応スパイシー。スパイシーキュウリ。熱い。いや、キュウリか。ちなみに、埼玉県産でした。埼玉県産。はい。これ、そうかですか。そうか。そうか、あるな、すぐです。キュウリさん、ちなみに出身どちらなんですか。僕埼玉。え、埼玉なんですか。あら、じゃあぜひとも一押しの一品ですね。ね、埼玉イコールキュウリです。いただきます。はい、いただきます。うまいぞ。うまいぞ。わからないぞ。逆にわかりづらい。わかりづらいぞ。おいしいです。キュウリはまあこれも好き嫌いありますけどね、うん、キュウリでもね、おいしいですね。おいしいですか、おいしいですか。キュウリおいしいですね。キュウリ一番おいしいですね。キュウリ匂いがダメって人もいますからね、やっぱり。匂いですか。匂いでもう吐きそうになるみたいな。うちのキャストにいるんですよ、そういう。カブトムシの味する。カブトムシの味するみたいな。これはわかんない。これはわかんない。多分これ見てる人多分今回わかんない。あ、でももう一回ナス食べてって言ってますね、これ。もう一回ナス、もう一回ナス食べてって。そのもう一回シリーズありでいきます。もう一回シリーズはなしにしましょう。時間的になしにしましょう。結構カツカツなんで。コリコリって何。コリコリって。コリコリ。コリコリはない、ルイスさん。何が嫌い。それ当てるんや、今から。間違いない。もう一回死ぬって面白い。もう一回死ぬ。わからないぞ。いや、おいしいっすね。カブトムシの餌の味するとカブトムシの味とかね。まあ、確かに。なんか昔でもあれじゃないですか、小学校の時とか、うん、カブトムシのゼリーを間違えてあの食べちゃうとか。ありますよね。犬のシャンプー間違えて使うとか。そうですよね。あの時の絶望感半端ないですね。俺人間じゃなくなるんじゃないかみたいな。多分地域性現れると思うんですけど、カブトムシってあの捕まえてました、それとも飼ってました。自分捕まえてました。捕まえてました。飼ってましたね。飼ってました、はい、飼ってましたね。飼ってました、はい、静岡で。あ、都会の方ですか、静岡。静岡でもあの真ん中の方なんで、あ、まあ、海が
があるんで、どっちかって言ったら、はい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 、まあ、山より海なんで、はいはいはい、まあワンピースって言うなら海賊が出る街かなみたいな。あーなるほど。よし、いただきます。お前は飲め、お前は飲め、もうだんだん、だんだん扱いが分かってきた。分かってきた、分かってきました。あーマジですか。それで大丈夫です。なるほど。まあでも、やっぱ今コメントでもあったんですけど、買うことにびっくりしてる人もいました。えー捕まえるって、あ、取りに行くってこと？取りに行きましたね、あきみさんの地域は。あきみさんどちらなんですか？僕はあの神奈川県の。あ、神奈川ですか？はい。うー、で横浜ではないってことですか？横浜ではない捕まえれるということは。ルイさんは私は産んでルイさん食ってます。カブトムシからコメント来たメスから、うー私は産んでました。私は産んでました。もはやもう壁を越えるみたいな。カブトムシのメスいるわ。逆にあげる、この角ないやつね。行きますか、もう早く。行きましょう。ようよ来てるんで。じゃあお互い当てていただいて、お互い当てていただくような、お互いもうそういう、なるほどなるほど、これって言ったものを実際実食してもらって、実食して、まあ参りましたが大好きです。なるほどなるほど、はい、なるほどです。なるほど、決まりました。決まりましたね。決まりました。なるほど。いや僕も決まりました。決まりました。はい。もうあれしかないでしょ。あれしかないですね。あれしかないですよね。あれしかないです、ね。あれしかない。それではね。はい。はい。じゃあ当ててきて、当ててきて。じゃあ、ルイさんは何が食わず嫌いだと思いますか。いや、シナオ。シナオ。三シナのうちの。三シナの中の一個入れてもらって。これじゃないか。かぼちゃじゃないですかね。かぼちゃ。かぼちゃ。コメントフルシカトで行く。あえてかぼちゃで行く。あえてかぼちゃで行く。もう頭が金髪なんで、もう本当に喧嘩しちゃうんじゃないかなって。なるほど。なるほどね。なるほどね。よし、飲め。よし、飲め。よし。で、ちなみにルイさんは、キラ君のは何だと思う？僕ですか？僕はもう、あれしかないと思います。あれでしょ。はい。セロリだよ。セロリでしょ。セロリ。じゃあ、まあ、視聴者も皆さん、まあ、セロリ来てますからね。セロリで。セロリ。セロリで。これ実際、じゃあ、はやとさん、はい。じゃあ、僕もこれですね。実食コールの方で。いきますよ。実食コール。いただきます。実食。いただきます。いただきます。なんか、和太鼓みたいな音流れる。和太鼓、和太鼓流れないですか。今度買ってきますね。テレレレ、テレレのやつね。うん。大丈夫？大丈夫よ、これ。なんかすごい。ちなみにルイさんは好きですか？好きです。おー、そして酸っぱいのは、初恋のキスの味だけにして欲しかった。痛い。何言ってんの。よし、食え。いや、食え。よし、食え。よし、これはっていうことで、セロリ。セロリっすね。セロリです。おい、いや、セロリや。本当にね、セロリじゃなかったらどうしようか。セロリでしたね。もずくも結構意外と苦手だったんですけどね。もずくも、いや、前代未聞、嫌いなものしなんだ。いや、嫌いなものが2つある。いや、3分の2でしたね。僕もかぼちゃ嫌いです。マジっすか。いや、あのお伝えしたやつじゃなくて、これもう無理なんですよ。あ、逆に、はい、逆にっていうか、今日1位、2位あったんで、びっくりしましたね。あとこの1位ね、この食欲をそそらない色ばかり、色ばかりね。食い物が早さ、はい、カレーとかにしとく。カレーやっぱマックのフィッシュバーガーにするわ。マックとかね。確かに。じゃあ、まあ、だ2番目っすもんね。2番目っす、これ2番目っす。これ1番目っすもんね。1番目っす。じゃあこれはね、罰ゲーム。これどうなの、前代未聞。まあ一応でも、まあ一応ナスと、ナスが嫌いだったっていうことで、セロリということで、じゃあ、セロリを食べてくださいよ。罰ゲーム。罰ゲームで。いただきます。完食していただきましょう。半分は、ハヤトさんが食べてる。あ、そっかそっか。あ、忘れてた。俺、セロリ嫌いなんですか？そうそう。ブリッジはどうしますか？ブリッジは…ブリッジね、ぜひぜひ、じゃあ、キラ君の、はい、じゃあキラ君のセロリ食べながら、じゃあ俺セロリ食べさせるんで、ブリッジしながら、
でセロリを食べる。セロリを食べながら行きましょうか。前代未聞の前代未聞の前代未聞のここでやりますか。ここでやります。よっしゃ、よっしゃ、もうじゃあブリッジ、よいしょ、これをね、溶かしてもらって行きますよ。ここでブリッジ、久々にちゃんと罰ゲームできるな。ここでブリッジした人売れる。あ、明日でも筋肉痛になりそうですね。早っ早いな。こうですね。はい、ちゃんとカメラがあるんでね。こうがいいですね。はい、頭こっち、頭こっちだね。頭こっち、頭こっち、頭こっち。すいません、お願いします。潔が良い、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 頭気をつけてね。よし、おい、はい、食べよう。これすごいなんか、おー、はーい、じゃあもう一個、うわー、はい、もう二個、もう二個、もう二個行こう、二個、ああ、やばい、ああ、もう二、もう一個行こう、ラスト、セロリマン、よいしょ、すごいね、すいません。いやー、ここまで完璧に罰ゲームした人は初めて。逆に好きになるかもしれない。逆に、はい、いやー、うわー、ありがとうございます。セロリ、え、きつくないですか、セロリ。セロリ、そうっすね。セロリ多分人生で初ってくらい食べたんじゃないんですかね。林さん、セロリはいかないですか。あ、そっか、はい、逃げてたの、今バレました。逃げてたよ、バレました。じゃあセロリ嫌い。いや、めちゃくちゃ嫌いっすね。で、僕嫌いなものめちゃくちゃ多いんすよ。だからこの番組やってる時に心の中ですごい、不快なんですよ。ナスも嫌いです。あら、まあ、もずくもあんまり嫌いです、ね。じゃあ大概みんな嫌いなの嫌いだよ。嫌いですね。なるほど。もずくソースに、うわ、やばいっすね、これやばいっすよね、ほんとに。久々に食べたっすね。このマリの酸っぱさがもうほんとにまず。1分前行きました。はい、あれですよね、先月から。あ、そうですよね、同じ。そうなんですよ、まだ多分知らない人もいると思います。そうなんですよね、2部の方がオープンされて。はい、そうなんですよ、はい、もう同じ2部隊ということで。2部隊ということで、はい、もう良きね、協力店みたいな感じで。そうですね、初回来たお客さんに次行くときは、じゃあ、ここ出たらジェントリーの、それもう最後なんで、そこはお互いやり、あ、もうやり合って回していくんで、はい、歌舞伎町の2部はジェントリーとフェイトで間違いない、間違いないから、間違いないやいや、もうこの2店舗へ行かないで。ありがとうございました。ありがとうございます、ごちそうさまでした。ありがとうございます、また。でもなく溜まり込んだことにすがれ、何回目の錯覚だ、笑っていたろう、さっきまで伝い込んだ画面を眺め、楽だに紛れ込み死んでしまった順序、ましてや無情なほど溺れているんだよ、息もせずに。壊れてゆくこの街で僕らは無力だ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。